僕は飲食未経験やったんですね、はい、飲食未経験でここ立ち上げたんですよ、うん、でまあそのラーメンも全然分からずに立ち上げたんですよ、はい、で全然売れなくて、まあ、もう7ヶ月8ヶ月泊まり込んで、はい、スープの研究とか全部したんですの石田から出て、はい、まあ元々こう全く売れなかったラーメン屋が、はい、もう今13店舗まで展開して、はいはい、その石田地区から南区からどんどんこう展開できたっていうの で今からこの世界を目指していこうかなと思ってます。その今博多って観光地じゃないですか、はい、でそれを北九州もそのラーメンを食べに今、まあ、結構海外からも来られるんですよね、はい、でもっともっとこの海外からラーメン食べに北九州に来られるっていうような店作りとかをちょっとやっていきたいなと。あ、そうなんだ。SNS を見て台湾からもちょっと僕たちのラーメンに興味を持って、はい、ラーメン王座選手権ってあるんですよ、はい、でそこに実際に食べに来て感動したってなって、はい、で今後の目標はやっぱ小倉南区からやっぱり今から世界に行くんで、はい、まあ、世界でもこのラーメンが流行るようにちょっと動いていきたいなと。はい、僕自分のとこ以外にここ好きやなっていうところがあるんですか。あ、やっぱりもういっぱい好きですね。北九州のラーメン美味しいんで。本当ですか。はい、昨日も片道30分かけて、はいはい、南区のラーメン食べに行ったんですよ。本当ですか。はい、創業の物語がここから始まったんで、はいはい、でどんどんこれからも物語を作っていこうかなと、はい、北九州の小倉南区から、うまいラーメンを作って、日本や海外どんどん攻めていきますんで、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。頑張るぞ。頑張るぞ。 OK。 よし。